はい、というわけで、やっていきたいと思います。第1の事件ですね。まあ、科学ルートに行きたいと思います。ここはまあ一応まあ念のために攻略を見ながら。懐かしいな。心理的な影響と、まあ呪い、これすげえ話だよな、これもな。なりきるため、被害者をいたぶるため、こっちっすね。第二の事件よりも、口封じのため、完全に真逆だな。ドロップキック侵害の化け物、麻薬、麻薬か。あ、でもここ、いや麻薬だな。いや麻薬でも10回だよ、10回。これ、そう、それ。それね、昔ね、ボーイっていう漫画でそういうのがあった。なぜか俺もそれを思った。うい。行きましょう。違った目線で。ドロップキック。さあ、科学ルートを選んだことによってオカルトルートとどう変わっていくんですかね。まあ麻薬で驚異的な身体能力を手に入れて、あの落っこる途中に捕まってみたいな。ギースだな、疾風剣だな。まあ常人のそれではないよね。っていうか右上のあの金髪の黒いスーツのやつが王子に見えてしまうんだが、まあ違うだろうけど。家でいいかな。そういえばこんなんだったな。前編後編ってなったな。あれ ?1 話目だけだっけ、これ出たのって。バランスですね。どちらにも傾かないようにっていう、まあ一番難しいけどね、そういうのがね。
頼もしい相棒だぜ。いいやつ、本当にいいやつだよな。割とでもあれだよね、ヤンキーの人って気さくな人多いよね。うん、目撃者はゼロ。上を見上げた、うん、捕まった形跡すらない。まあガラスの割れる音聞いてすぐ上に見て見えなかったってことは、まあそれも、ありえないな。うん。おお、男女平等。まあ、カツ入れてくれたんだな。うん。うん、そうか、このところはまだ迷いがあったよな。科学ルートに入ることによって高潔さんとか、あ、新見くん、なんだっけ、俺なんて呼んでたっけ、しんちゃんか、うん、あ、どういう風に受け入れるか、態度が気になるよね、あっちの人たちの。うん。相変わらずこの顔は。か。あらー。なんかそんな同じか、この辺の展開は。矢沢栄一、 A ちゃんみたいだな。保身、自己保身。うん、まあね、小五郎事件、副本部長、うん、いやー、それにしてもやっぱ本部長、あの眼帯がすげえ気になるんだよな。何があったんだろうな。なんか本当に旧作に寄せてきてるっていうか、うん、前作の新流行り紙だけなんか異質な感じだね。あれはあれで面白いですけどね。うん、原点回帰みたいなこと言ってたかんな。
来たな。ここでファーストコンタクトか。身長高い。貴族。ぐらい感じだな。地獄、あの王子もなあ、結局は。でもなんかね、あの人の過去の話とか全く出てこなかったしな。あらあら、わかりやすい。やっぱゲバルだな、バキの。こんなんだったの。まあね。やれやれだぜ。科学捜査研究所。科警研。法医学、心理学、文書、物理学、科学。如月光子、ああ、みっちゃん先生出るんですね。ガブリ。何でもござるだよな。みっちゃん先生な、今んとこ多分このゲームで最強キャラ、だと思っている、俺は。まあ、ランコさんポジだよね、やっぱ。
魔法ね、一応。難事件の解決。ああ、さすがですね。わお。この顔。ひ。美人。美しい。面白いね。あら。なんか大変なことになってしまうね。ははは。おお。関係ねえ。ものともしないぜ。無料。尊敬すべき人物。あちゃー。DNA 鑑定か。デオキシリボ核酸。分泌ホルモン DNA 型鑑定。ミトコンドリア DNA 型鑑定法。ドコサヘキサン。ミトコンドリア。わかんないけど。なんとなーく。あら。合ってたのか？いつ以来だ？小学生ぐらい。体力と根性。
トーコ、アメミヤだ、アメミヤ、多重人格探偵最後、アマミヤって呼んじゃうよな、でも、こっちでもトーコさんやっぱ出るんだね、メンヘラ。このように存在する人間だったんだ。気が合いますな。かわいい。優しい。見透かされてるな。副業。呪術師。まあ惜しいな。うん。過去のボール実際。見えてんだろうな。ブラインドマン編か。まあ仲間に引き入れたらこれほど頼もしい人もなかなかいないけどな。見えてるのか、ハヤトさんとかが見えてるのか、みっちゃん先生には。うん、黒田さんとか出てくんのかな2で、うん、なんとなくスキマロクにぐらいは出るかなと思ってるんですけどね。あるよね今回も、うん、被害者。24歳。
そうだな。圧力。まあ、これ多分流れが同じだったらそういうことだよね。あ、選択肢か。まあ、なんとなくっていうか、まあこれだろうけど。いや、もうちょっと別の世界線を。わかりやすいな。なんともな。考察。彼女は？それはない。雨宮塔子。政治家といえば、まあこっち。ドラ息子。つまり九州八つ当たり。まあ復讐どっちかっつったら、まあ、メンヘラだったんだけどな。そうだな、普通そうなるよな。まあ、被害者。確かにそうだ。あ、そっか。でもな。 そうか、すみません。復讐。関わり。本部長だ、田中一郎。これは知ってなくても これになるよな。本部長知ってて、どう。さすがやで。正義感強いよな、確かにな。
ヤンキーの中でもかなりかっこいい、クローズに出てきそうなタイプ。頼もしいぜ。お、すげえ顔してらっしゃる。もうどっちもなんじゃないか、これ。まあ、個人的にはこっち。それとあと飛び降りた時のやつとか。両緑。ドラゴンボールのキャラみたいだな。実現可能。なるほど、そういうことか。よく聞くよね、これは。なんかそのあれを潜在的な力を使っちゃうと、もう体が耐えられないとか、なんかそんなんじゃなかったっけ。だから普段はセーブしてるっていちょっと待って、バックロケ 枠組みを超える。これ？ タンソン持って出てくる。100%。ドーピング？自己暗示。ドーピングでしたか。そうですよね。ステロイドですよね。ジャックハンマー。
まあ一応は辻褄が。はいはい。ボロボロになる。うん。動機づけ。強烈な名詞。さてと、いい時間になりましたね。データベース増えてないかな？ないですね。55% と。まだまだこれからやな。というわけで、この辺で切りたいと思います。こっから変わってくっぽいですけどね。気になりますね。